イカル聖ジは日本のバスケットボール選手である。ポジションはポイントガード。宇都宮ブレックス所属。福岡県出身。2009年、福岡第一高校に進学。2年聖時の2010年ウィンターカップと3年聖時の2011年、インターハイで準優勝した。2012年、青山学院大学に進学。 一年生時の2012年インカレで準優勝。二年生時の2013年インカレは3位となった。三年生時の2015年3月をもって大学を中退。6月に佐古健一ヘッドコーチが率いる NBL の広島ドラゴンフライズと契約した。入団一年目の2015から16シーズンから出場55試合中54試合でスターターを務めた。 翌2016から17シーズンも NBL と BJ リーグが統合して発足した新リーグジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグにおいて2部 B に所属となった広島と契約を更新した2017年7月栃木ブレックスへの移籍を発表した2013年第27回ユニバーシアード競技大会に出場2016年12月2020年 東京オリンピックに向けた日本代表候補、重点強化選手に初選出された。ありがとうございます。